Hi everybody, I'm Tsuda51。 皆さんこんにちは、津田ゴチです。さあ、いよいよですね、今日 Nintendo Switch にシルバーズゲーム The Silver 2425がですね登場します。遊ぶことができます。いや、やっぱりですね、やっぱり Nintendo Switch ですよ。もうね、ハンドヘルで皆さんぜひシルバーズゲームの世界堪能してください。まあ、このゲームはあのグラスホッパーのやっちゃんのデビュー作シルバー事件と、それから昔のモバイルで作った、まあ、日本でいうとガラケーなんですけども、シルバー25区というこの2つのゲームが、まあ、しかもそのシルバー事件25区はですね、ニンサさんのおかげでなんと、リマスターすることができました。まさに違うリメイクですね、完全リメイクすることができました。まあ、それをですね、ついに任天堂スイッチで遊ぶ日が来ることができたということですね。まあ、この2つのゲームが1つで遊べる、はい、非常に、まあ、本当グラスホッパーの歴史を堪能してもらえるゲームになるんじゃないかなと思います。でこの後にはですね、グラスホッパーの新作タイトルも任天堂スイッチで控えてます。タイトルは言っちゃいけないのかなって分かんないんですけども、あのゲームですよ、はい、あのゲームの3も来ますので、その前にまず皆さんシルバー事件ザ・シルバー2425遊んでください。では皆さん、さよなら、また会いましょう。